皆さんは自分らしく生きたいと思っていると思いますそして幸せな人生を作れればいいだろうそういう期待や夢を持ってここに皆さん集まっていると思いますでもそれがその通りいくとも限りません人生を思い通りにいけなくて悩んで苦しんでいる人たちもたくさんいますそしてこの自分らしく生きるということを どうすれば手に入れることができるのでしょうかそういうことを考えてみたいと思いますで私たちはですね現在生きているんですけれどもこれからの社会は大きくもっと変化をしていきます今までの自分のその生き方を考えている社会と大きく変わっていく可能性があります人生は長寿化をしますけれども仕事自体はプロジェクト化と呼ばれ非常に短くなってきます 生涯を通しして安定した仕事があるとも限りませんその中をたくましく私たちは生きていかなければならないそういった時代に今来ていますではどうすればその時代の中をですね自分らしく生きることができるのかそれを少し考えてみたいと思います仕事あるいは活動を私たちは理解している時に外から見ています仕事に対してもその仕事のイメージあるいは職種 あるいは地位年収といった形でその仕事を理解をしていますでも実際に活動している人たちはもう少し違った意味でその仕事を捉えています自分のやりがいやあるいは働きがい意味楽しみといったことを感じながらその活動をしていますですから外から見て何だと思っていてもその人の中ではこれは楽しいし 面白いしやりがいがあるし逆にやりがいがないつまらない意味がないと思えばどんな外から見てもいい仕事であってもやめてしまいますその人にとって何が大切なものなのかそれを見極めることが大事ですでもこれは人によって全部違いますつまり心の問題です心の中にある自分の価値興味そして自分の 能力そういったものをですね自分が心の中を突き詰めることでそれを理解することができますそしてそれに見合った仕事を選んでいくことがとても大事になってきますそのためにはこういった心理学や臨床心理学の知見がとても役立ちますで私たちはともすると外の出来事興味関心の中で自分を合わせていこうと思います でも自分の人人生は人とはと違います自分だけのおじいなの価値を見つけ出すことがとても大事になってきますそしてそれを支えようというのが臨床心理学でありカウンセリングでありそしてこの心理学の世界です